芦屋市立芦屋高等学校は、かつて、兵庫県芦屋市に存在した公立の高等学校。略称は、芦屋市。2007年3月をもって、廃校となった。市立芦屋校の跡地、教諭転任処分の取り消し命令神戸地裁、芦屋市教諭に、朝日新聞、1999年10月1日。 2013年3月18日。閲覧。教威上告せず。原告証訴確定私立芦屋高校訴訟朝日。新聞。2001年11月3日。2013年3月18日。閲覧。生徒5人逮捕芦屋の教師暴行事件朝日新聞。2000年4月29日。2013年3月18日。閲覧。私立芦屋高跡と来月にも入札へ。 朝日新聞、2011年9月10日、2013年3月18日、閲覧私立足屋高カー地売却へ、高齢者向け住宅などに活用神戸新聞、2016年2月23日、2016年3月4日、閲覧足屋市の山手で特別養護老人ホームとケアハウスの開設準備が始まります。社会福祉法人、福省福祉会、 https://www.sf-fukusho.org スラッシュニューススラッシュトピックスラッシュ 202005052HTML2021 年10月18日閲覧プロジェクト紹介特別用護老人ホームとヨイズミアシア山手ケアハウスとヨイズミアシア山手新築工事 土屋、https コロンスラッシュスラッシュ www.tsuchiya-corp.com スラッシュインホスラッシュティールスラッシュ1412021年10月18日閲覧。ありがとうございます。